どうも、鈴木ミートです。昨年はスリムも発売され、売り上げ絶好調な PS5。最初は PS4 との縦マルチばっかりだったタイトルにも変化が見られ、独占タイトルや大型タイトルが増えて不安だったソフトラインナップも充実してきました。ですが、PS5 のソフトは開発費の高騰もあり、その高クオリティと引き換えに価格がお高くなりがちです。たくさんゲームを遊びたいけど、懐事情が痛くて、なかなかポンポン新作を買うことはできませんよね。それならぜひ、この動画を最後まで見ていただきたい。今回は PS5 で遊ぶことができる無料のゲームを紹介していきます。無料でありながら、PS5 の性能を極限まで引き出した素晴らしいソフトがいくつもあるんです。その中から今回はなるべく多くの人に刺さるように、いろんなジャンルからセレクトしていますので、参考にしていただければ幸いです。それでは早速ガンガン見ていきましょう。今年7月にリリースが開始された新作タイトル、最大4人での協力プレイが可能な TPS です。プレイヤーは超人的な能力を持つ継承者となって侵略してくるエイリアンに立ち向かいます。このゲームの魅力は何といってもアンリアルエンジン5が実現した美麗なグラフィックとスピーディーなアクション。離れた場所や高い地形、建物、さらには敵にフックをかけて移動ができるグラップリングフックを使うことで高速で移動しつつ高所を取って有利に戦いを進めたり、二段ジャンプやローリングなども巧みに使い、高低差のあるステージも常に動き回り、忙しくも楽しいプレイが待っています。ガンアクションだけではなく、キャラにはそれぞれ固有のスキルがあり、さらなる高速移動ができたり、 HP が尽きても一定時間倒れなかったり、霊気を操って相手の行動を遅くしたりと様々。これらを使って大量の敵や巨大なボスを撃破していきます。巨大ボスは意地悪なギミックを使用してきたりと非常に手強いですが、4人で協力すればきっと大丈夫。チーム構成などを考え、試行錯誤しながら倒した時の達成感は協力プレイだから何倍にも跳ね上がります。豊富な武器や育成要素まであり、このコンテンツ量、この完成度で本当に無料？と思ってしまうソフトですので、一見の価値ありです。今では知らない人がいないであろう原神。2020年にリリースされて以来、最大4人のチーム編成、広大な世界での自由な冒険、シングルプレイでもマルチプレイでもしっかりと楽しめるゲーム性に、非常に愛くるしいキャラクターとヒット要素山盛りで、もはや紹介するまでもない派遣ゲームとなっています。様々なプラットフォームで展開されているので、一度は遊んだことがあったりするかもしれませんが、もし PS5 で遊んだことがないのであれば、もう一度触れてみてほしいんです。 PS5 版ならば、 PS4 はもちろん、スマホやタブレット版よりもグラフィックが美しく、ネックだった操作性もかなり進歩し、エリア移動のロードも1秒程度で完了したりと、パフォーマンス面は高スペック PC に次いで快適にプレイができます。無料ゲームながらフルプライスのソフト以上に力が入っているタイトルですので、 PS5 でぜひ遊んでみましょう。原神に続いて、ホヨバースが送る RPG です。原神がアクション RPG ならば、こちらはコマンド形式の RPG。 リアルタイムでバトルを行うのではなく、ターンごとにキャラの行動を選択して戦う、日本のゲーマーには馴染み深いシステム。装備、スキルなど育成要素は原神に似ていますが、7種類の属性の相関や戦術の構築が鍵になる頭を使ったプレイが楽しめます。とはいえ、令和のゲームにふさわしく、倍速モードやオートバトルがしっかりと搭載されているので、テンポが悪くなったりはせず、サクサクと進むことができるのもこのゲームの魅力の一つです。世界観は原神から打って変わって銀河を舞台にした SF チックなものになっています。降り立った一つ一つの星々で物語が完結する短編的なストーリーが展開されていくのも、原神と差別化されているポイントでしょうか。それほどプレイにコストがかからず、掛け持ちしやすいゲーム性なので、原神との二足のわらじというのもいいかもしれません。ホヨバースが今年の7月に送り出した最新ゲームで、現在最も注目を集めている作品の一つです。原神と同じリアルタイムに戦況が変わっていくアクションバトルを楽しめるのですが、差別化されている点としては、オープンワールドではなくステージ選択制のミッション型ということで、区切りをしっかりつけながら進んでいくことが可能です。このゲームの特筆する点としては、スタイリッシュさがすごいです。キャラクターは原神からおなじみの美男美女はもちろん存在しつつ、アメコミ風のユニークなものまで個性的なキャラが揃っていたり、メニュー画面などもかなりシャレが効いたペルソナを彷彿とさせるクールな UI になっています。キャラのモーションや近未来の世界の描写まで、全てが見どころと言えるほどハイクオリティなビジュアルも、原神やスタレで培った技術を注ぎ込んだのがよくわかります。バトルは簡単、でも極めるのは困難、
という絶妙なバランスなので、ライトユーザーには入りやすく、ヘビーゲーマーには奥深くまで楽しめる間口の広いゲームになっています。原神、スタレ、ゼンゼロと、ここまでホヨバースに関して3作も紹介してきましたが、案件だとかプロモーションということは一切ありません。原神を源流としながらも、それぞれ魅力が違うので、誰でもどれかしらには刺さると思ったので紹介しました。オープンワールドでアクションを楽しみながら探索がしたいなら原神を、単性バトルや SF の世界が好きならスタレを、アクション要素を重視してたり話題性のあるものが遊びたいならゼンゼロを、といった感じで気になるものに触れていただきたいです。それはそれとして、もちろん案件もお待ちしてはいますが、こちらもゲーム実況や配信などではすでに人気ですが、ついにコンソール版がリリースされ、さらに盛り上がりを見せています。個性豊かなエージェントを操作し、5対5で戦うタクティカルシューティング、打ち合いに強いデュエリスト、妨害で味方をサポートするイニシエーター、スモークを展開し試合運びを左右するコントローラー、トラップを設置しエリアの防衛、敵の抑制をするセンチネルと、ロールがはっきりと分かれているので、エイムが下手くそでキルには貢献できながら妨害で活躍をと、得意なことでしっかり役割を持てるので、バトルオアゲームは苦手という人にも楽しめる作りになっています。1回のゲームで生き残りをかけて戦うのではなく、目標地点の爆破か相手チームの全滅をさせることで勝利となり、これを13ラウンド先取するまで、最大25ラウンドまで続きます。1ラウンド5分程度でサクッと終わったりしますが、25ラウンド目まで来た時の緊張感は他のゲームではなかなか味わえません。ゲームの完成度の高さゆえか、 PC 版ではそれなりのスペックが要求されていましたが、コンソール版なら気軽に遊べる上に操作性も良好で、クロスプレイも対応しているので、 Xbox ユーザーとの対戦も可能です。PC 版とのクロスプレイができないのは惜しいところでもありますが、逆に言うと用意どんのタイミングが一緒なので、今が始めやすい時期とも取れます。先日惜しまれつつ連載が終了した少年ジャンプの大人気漫画、僕のヒーローアカデミアのキャラクターとなって、3人1組合計8組で生き残りをかけて戦うバトルロイヤルゲーム。各キャラクターには個性と呼ばれる技が3種類存在し、ステージ上で取得できる技カードやレベルカードを取ることで威力や効果が強化されていきます。仲間の技カードを集めるとチームメイトの強化ができるというのは、このゲームならではのシステムで、仲間を大事にする作品性を象徴しています。ルールは最後まで生き残るだけというシンプルなバトロワで、キャラの操作も個性技3種と特殊な必殺技がボタンに割り当てられているので、 2,3 回プレイすれば大体感覚がつかめてしまいます。キャラゲーというのは大抵アニメーションに力を入れすぎたりして、どこかがおざなりになってしまいますが、このゲームはオーソドックスなバトロワをそのまま取り入れたことで、ゲームの面白さは崩さないまま、ヒロアカの魅力も堪能できる素晴らしいタイトルとなっています。星の子であるプレイヤーが様々なエリアを飛び回りながら星の精霊たちを探し出し、空へ返すアクションアドベンチャーゲーム。2012年に PS3、PS4 で出され、高評価を受けた風の旅人のスタジオが制作した、その系譜を残し心温まるアニメ化も発表された人気作品です。幻想的な7つの地方を冒険し、謎を紐解きながら最深部を目指していきます。基本的には探索がメインですが、神秘的な草原や光の消えた土地など、儚げな雰囲気が素晴らしく、歩いてるだけでも心地よくて、寄り道をしながらゆっくりと癒されていきます。ゲームを進めていくと、滑空ができるようになったり、探索範囲はさらに広がっていきます。このゲームの目的は、彷徨っている星の精霊を空へ返すこと。精霊を救うと、ポーズを決めて星に帰っていき、ジェスチャーを教えてくれます。教わったジェスチャーは、オンラインで出会った他のプレイヤーたちともコミュニケーションを取れます。バトルはなく、ただ歩くだけ。刺激もないけどしがらみもない、綺麗な景色と綺麗な音楽を背景に何も考えずプレイができる唯一無二の作品ですので、リアルでもゲームでも少しでも疲れたなら、この世界に浸ってみてください。最後に紹介するのは、ディズニーを題材にしたレースゲームという一度は想像したであろうゲームを実現させたタイトルです。このゲームを一言で言えば、ディズニーキャラで行うマリオカートです。ミッキーやスティッチ、バズ・ライトイヤーなどのディズニーヒーローから、ジャファーやガストンといったヴィランまでもが入り乱れ、ディズニー作品の思い出深いステージをサーキットに変えて、その速さで競い合います。コース上には加速するためのアイテムや敵を攻撃するアイテムが出現し、一発逆転があったりするところもマリカー意識を感じさせます。世界中のプレイヤーとのマルチ対戦が基本ですが、
AI と対戦できるシングルプレイも用意されているので、しっかりと練習した後でマルチプレイに参戦も可能です。キャラクターやカートによって少しずつ性能が違ったり、さらには強化ができたりと、無料にしては破格なコンテンツ量です。課金要素もありますが、しなくても十分遊べますので、ディズニー好き、レースゲーム好きなら一度遊んでみることをお勧めします。はい、いかがでしたでしょうか。今回は PS5 で遊べる無料ゲームを紹介していきました。 FF、ドラクエ、バイオにモンハンなどの対策ゲームの合間の息抜きに遊べるものから、このために PS5 を買っても後悔しない大型タイトルまで飽きさせないラインナップになっています。現在進行形で無料タイトルも増えていっていますので、今後も楽しいタイトルがリリースされることに期待しましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。